魔獣王女、何かと私を目の敵にしてくる鋼鉄王女、いつもおっとりでマイペース。 Meus amigos, a princesa do aço estava com alguns problemas para declarar seu amor para o seu amado, e após ficar sabendo disso, a nossa querida Desumi-san não perde tempo e tenta dar alguns conselhos para ajudar a sua amiga. 実はとある方を好きになってしまったのです。詳しく聞かせてもらおうか。のってめ死神、恋に興味が終わりで。相手はどんな人なんだ。ワイルドで包容力のある方です。死神ともあろうものが情けない面するな。社内恋愛はご法度だぞ、諦めろ。私は案外うっかりしてるし、顔も地味で仕事もできません。大丈夫だ鋼鉄、女子力を高め、自信と告白する勇気を手に入れるんだよ。悪の軍団員が女子力とか言うな。3人でなんで私まで入ってんだ。おいおいおい、集中しろ魔獣。だから私は関係ねえだろ。どうだ鋼鉄、よし次だ。次、このエクササイズは体幹も鍛えられる上にシェイプアップ効果も。もうピッポーです。お付き合いいただきありがとうございました。Depois de todas as ideias que ela pensou terem falhado, ela vai pedir conselhos ao nosso querido Fudo, que como um verdadeiro homem de cultura dá a Desumi-san o conselho perfeito. 鋼鉄は私と同じだったんだ。お前が恋人に求めることってなんだ。デスミさんがいてくれる以上に望むことはないよ。俺はありのままの君が好きなんだ。私は幸せ者だ。何かお役に立てたかな。バカ、刺激するな。聞いてくれ鋼鉄、お前は変わる必要なんてなかった。恋を諦めるなんて言わないでくれ。お前だって本当は諦めきれないんだろう。はい、ありがとう二人とも、おかげで勇気が出ました。確かに私は何もできないし、でもそれがありのままの私なんですもの。私告白します。ちんまり、ぶっ飛ばすぞてめえ。って告白の間あいつかい。で付き合えるんかーい。いやいや、ルール違反だろ、どいつもこいつも。よかったな鋼鉄。Caso tenha gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, e caso queira assistir o anime, o nome vai estar na descrição. É nóis e tamo junto!